駅構内。右側の島原方面ホームには、サッカーボールを模した石碑がある。平駅は、長崎県雲前市国見町船津にある、島原鉄道島原鉄道線の駅である。急行が停車する、相対式ホーム2面2線を有する地上駅。二つのホームは互い違いに設置されており、南側のホームが、有明ゆえ方、北側のホームが、神代町方にずれている。 駅舎は南側のホームの神よ待ち方、南側に接して置かれており、南側のホームの中ほどに置かれた待合所と向かい合う。二つのホームを結ぶ構内踏切が2本あり、駅舎の前と待合所の前、及び北側ホームの島鉄、湯江方の端と南側ホームのほぼ中央をそれぞれ結んでいる。なお、二つの構内踏切に遮断機、警報機はない。 当駅は、全国的に有名なサッカーの競合校である、長崎県立国見高等学校の最寄り駅であり、南側ホームの待合所の島鉄ゆえには、この国見高等学校サッカー部の活躍を称え、サッカーボールを模した石碑が混流されている。駅舎は1階建てで、内部には、駅の事務室と旅客の待合室がある。友人駅。自動券売機の設置はなく、 キップを待合室内の窓口で販売している駅の北側は国道251号がすぐのところを東西に走り、その北側に漁協関係などの建物があって、その北側は海となる。駅の南側は駅前から東南方向に市街地が広がっており、駅前などには商店がある。市街地には国見郵便局、小学寺などがあり、 当駅はその最寄り駅となる。雲仙市の国見総合支所は、土黒川を越えた、当駅の西約600メートルの地点に置かれている。また、熊本県の長須港までのフェリーも発着する、平港は当駅の北西にあって、これも土黒川の対岸である。前述した長崎県立国見高等学校は、市街地のさらに南にあり、当駅の南。 約800メートルのところに位置している。高速バスの島原号が駅前から発車しており、競合関係となっている。2018年度の年間乗車人員は65,356人、降車人員は65,138人であった。近年の年間乗車人員、降車人員の推移は以下の通り、ありがとうございます。